さんこんにちは、ひなです。本日は久しぶりに私の最近のお気に入りアイテムをご紹介していこうかなと思います。結構久しぶりなんじゃないかな。最近だと目代わりのおすすめのアイテムであったりだとか、ちょこちょこ購入品とかアップしてたんですけど、本当にこうリアルに私が普段使ってて、中でも特にお気に入りだよみたいなものをご紹介していけたらなと思います。よかったら最後まで動画を見ていっていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、それではご紹介していきたいんですけども、大きくくくって7点あります。というわけでどうしようかな、ちょっといろいろあるんだけど、まずはじゃあこれ、私のこの横で光が灯っているこのアイテムなんですけども、こちらからですね、これはキャンドルウォーマーです。これめちゃくちゃお気に入りで、購入したのは去年の12月くらいですね。ずっとキャンドルウォーマーを検討していて、やっと購入しまして、そこから本当にもうほぼ毎日こんな感じでキャンドルを置いて光を灯してキャンドルを香り楽しんだりだとかしている感じなんですけども、ストーリーに載せた時にたくさん質問をいただいて、どこで購入したんですか、それどこのですかみたいな感じでね、いろいろ質問をいただいたんですけども、これ私楽天で購入しました。キャンドルウォーマーいろんなデザインのものがたくさんあるんだけど、なんかこうインテリアとして置いてておしゃれで可愛くって、でいいのないかなーってずーっとこうね、ネットサーフィンをしていたらこれを見つけまして、めっちゃ可愛いじゃんと思って、ただ結構前に見た時はもうこれ売り切れだったんですよ。でもそれがね、ちょうどあ、再入荷してると思ってやっとこさ購入できたアイテムです。このさ丸いフォルムがたまらなく可愛いんですよ。でなんかこう、キャンドル基本的に常に置いてるんだけど、例えばここでね、コンセントつないでくるくるってするだけで明かりがついたり消えたりする感じなんだけど、日中とかはそんなにつけることはなくって夜使うことが多いので、日中はこんな感じで、インテリアの一部として置いていて、夜ねちょっとこうこんな感じで光を灯して香りを楽しんでみたいな感じでしています。キャンドルはずっと好きで、いろいろとね昔から気になったものとかは購入していたんですけど、火を、つけて楽しんでたんですね。でキャンドルってそうやって火をつけて楽しむものだとは思うんですけど、うちにワンちゃんがいるので、高いところで火をつけたりとか、よくね愛犬のことをこう見ながら楽しんだりとかしてたんだけど、できればね、こんな感じで、火をつけなくても楽しめるアイテムあるといいなっていうことで購入して、そこからよく使ってるアイテムです。ちょっとね火がやっぱり怖かったりもするので、こういったもので、ちょっと楽しんでみたりもしています。なんか本当これつけてるだけでね、すごいなんか夜のリラックス感と言いますか、ゆっくりとした時間がくつろげるので、最近の本当にお気に入りアイテムです。はい、というわけで続いて2つ目は、今私の目の前にずっと置いてあったこちらのアイテムなんですけど、じゃん、ヘアケアですね。ソエルの、シャンプートリートメントを今私普段使っているんですけども、これめちゃくちゃ良かったので今回お気に入りに入れました。まずこっちがシャンプーですね。これがトリートメント、そしてこの青いのがリビングオイルヘアクレンジングということで、頭皮用クレンジングっていうアイテムになってます。使い方はまずシャンプーをする前にブラッシングをして、でこのクレンジングを使います。こう手に出してこう頭皮全体になじませてマッサージをするやり方ですね。でシャワーで洗い流して、その後にシャンプーで洗い流してトリートメントっていう流れで使っているんですけども、お気づきの方も多いんじゃないかなと思うんですけど、久しぶりに髪を伸ばしてみようかなっていう風に去年の秋ぐらいからふと思って、で頑張って今ここまで伸ばしてみているんですけども、やっぱり今までずっとボブで定期的にメンテナンスでねカットしてもらってたのが、やっぱりこう髪を伸ばすのでどうしてもこう毛先が傷んでたりだとかパサついてたりする部分とかが残ってるわけですね。でそんなに短い時は何にも気にしなくても全然大丈夫だったのが、やっぱり伸ばすとどうしてもパサつきだったり髪のまとまり具合っていうのがすごいこう気になっていて、いろいろこう自分なりに調べたりとかして髪
の毛ヘアケアやってたんだけど、このソエルのシリーズを使うようになってからすごいね、髪の柔らかさというか、あ、それだけ私今まで髪の毛パサついてたんだなっていう風にすごい感じて、めちゃくちゃ良かったなって思ったアイテムでした。香りはリリームスク系の香りなんですけど、すごいこうふわっとね、髪洗ってる時に香りが広がってくれるので、それもすごく好きなポイントだし、これノンシリコンなんですよ。ホームページとかね、よかったら見ていただけたらなと思うんですけど、6つのね、無添加処方っていう風にね、成分、書かれていたりだとかしていて、そういったものって私の中で髪の毛まとまるのかなとか、どうなんだろうみたいなのが、なんかずっとそういうものって、カラー落ちがすごい早かったりだとか、ちょっとキシキシになったりとかするイメージが強かったので、まああんまり自分からこう手を出して選ぶっていうことはそんなになかったんですけど、普段からソエルのスキンケア、まあ、使ってるし、私が運営しているオンラインショップでもソエルさん監修の下でオリジナルでね、スキンケア出させていただいているくらい、もう本当にもうかなり大好きな、まあ、スキンケアブランドっていうことで、そこから出た、まあ、シャンプートリートメントだったので、ぜひ使ってみたいと思って使い始めて見ているんですけど、本当に良かったです。もうね、なんか髪の毛が柔らかくなったっていうのも何回も言うんだけど、その感じがめちゃくちゃ嬉しくって、もう朝起きた時髪の毛爆発するなんてもう全然あったんですけど、もうそれがちゃんとまとまってくれる感じがあるので、めちゃくちゃ良かったアイテムです。でね、これヘアクレンジングオイルタイプのものになるんですけど、私ね、季節の変わり目結構頭皮荒れがちなんですよ。乾燥したりだとか痒みが出ちゃったりとかすることが多いですけど、これ使い出してからまだそんなに、なんかあやばいなみたいな感じが今のところ感じられてなくって、これのおかげなのかなっていう風にはちょっとね、個人的に思った感想でした。はい、今はね、私は、これを使っている感じでございます。めっちゃ良かったです。はい、では続いてはこれですね。じゃん、こちらはシャネルのハンドクリームなんですけども、これはですね、みなみちゃん、グデみなみちゃんですね、よく一緒にご飯行ったりとか遊びに行ったりとかするみなみちゃんなんですけども、そのみなみちゃんから私1月が誕生日だったんですけど、誕生日プレゼントしていただいたアイテムでございます。でね、このシャネルのハンドクリーム知ってる方いるかなって思うんですけども、この黒タイプ見たことありますか？私初めて見て、え、なにこれって言ったんですけど、これがエイジングケア系のハンドクリームになっているらしくって、もうね、本当に年々やっぱそういう部分って気をつけなきゃなっていう風に感じていたので、めちゃくちゃ嬉しくって、しかも見た目も可愛いしね。で、何より香りが本当にいいんですよね。こんな感じ、卵型なんだけど、ピューッと出して、で、こうやってよくね、手洗ったりとか、まあ、食器洗った後とか、そういった時に私はこうやってつけてる感じなんですけども、バッグで持ち歩くこととかもあるし、夜寝る前につけて寝ることもあります。でもなんか本当に今の時期ってめっちゃ低乾燥しません？お肌自体が季節の変わり目とか花粉の時期っていうのもあって乾燥するんだけど、手元もなんかすっごいカサカサしてるんだけどみたいなのをすごい感じることが多いので、もうこれは私の最近に本当に欠かせないアイテムです。めちゃくちゃお気に入りです。みなみちゃん、ありがとうめっちゃ良かったので、ぜひぜひ気になる方は店頭に行ってみてください。はい、では続いてこちらお洋服なんですけど、じゃん、デニムでございます。こんな感じのね、ダボっとしたワイドのデニムなんですけども、これね、ちょっと写真をお見せします。こんな感じでインスタグラムでね、もう何枚かお写真載せてるんですけども、そのデニムどこのですかってたくさんね、質問をいただいたデニムです。で、これは韓国で購入しました。2月頭に眉アートをしにね、韓国に行ったんですけど、その時に日本語だと現代ソウルっていうね、大きい、まあ、百貨店みたいなところがありまして、そこにお買い物行った時に、地下2階にもうずらーっとお洋服屋さんがもういっぱいあるんです
ね。でそこにセレクト系で、まあ、たくさんこう置いてる中にこちらのちょっと読み方が私もわからないんですけども、こちらのブランドちょっとね読み方がわかんないんですけど、ここのブランドのお洋服が置いてあって、マネキンがね履いてて、えめっちゃ形可愛いんだけどと思ってで試着をしたら、やばいこれは可愛すぎるって思って即購入したアイテムでした。ぜひね近々韓国行く方、気になる方見ていただきたいんですけど、一応ねインスタグラムもあるのでよかったらチェックしてみてください。ちなみに私サイズ XS サイズを着用しています。結構ね XS サイズでもダボッと大きくって、ウエストはかなりぴったりサイズだったので、そこもかなり惚れた理由の一つですね。もう最近ねデニムはこればっかり結構入っちゃってるかもしれない。ちなみに、まあ、今ねちょっともう部屋着のねパンツに下着替えてるんだけど、今日もねちょっと午前中外に出かけていて、その時は、このデニムパンツをこのお洋服に合わせていました。はいそれぐらいすごいお気に入りで、なんか最近やっぱこうトップスピタにダボっとしたパンツが私の中でブームなので、よく着ているお気に入りのパンツでした。はい、では続いて、今ちょっと手元にないんだけどっていうのもね、ちょっとここに持ってくるのは結構無理があるので、ちょっとお写真お見せするんですけども、こちらでございます。コーヒーメーカーです。デロンギでございます。もうこれはもう本当に買ってよかったって思っているアイテムで、すごくすごくもう大活躍、ほぼ毎日使ってるアイテムです。これは Vlog 見てくださった方はね知ってるかなと思うんですけど、私がそのさっきも言った1月が誕生日で、誕生日旅行をね夫に連れてってもらったんですけど、その時にまあサプライズっていう形で渡してくれたコーヒーマシンでございます。まあ、サプライズなんですけど、まあ、このデロンギコーヒーマシンはもともと私と夫の誕生日が1月2月っていう感じで続いていたので、まあ、今年の誕生日はお互いが欲しいものを一緒に買おうかっていう約束をしていて、もうデロンギを買うってことは決めていたんですよ。でそれを夫がねちょっとサプライズみたいな形で準備してくれていたんですけども、本当にいいです。もうほぼ毎日それで豆をひいてコーヒー入れて、まあ、よく私はカフェラテにして飲むことが多いんですけども、すごいねなんか充実度が増すというか、なんか毎日の生活がすごい、それを作るっていうのも楽しいし、なんかコーヒー豆を選ぶっていうのも楽しいし、なんて言うんだろう、なんかすごい言葉では表せないんだけど、なんかそれぐらいすごく楽しみが一つ増えたみたいな感じで、日中そうやってカフェラテ飲むこととかも全然あるし、夜とかは夜ご飯食べた後にバニラアイスとかを買ってコーヒーを入れて、でこうかけてアフォガードみたいにして、まあ、食べたりとかねすることとかもあるんですけど、まあ、よくお出かけする時とかに、まあ、コンビニに寄ってカフェラテ買ってとかすることが結構しょっちゅう多かったんですけど、もうお家でねそれも入れてもうすぐお出かけできるみたいな感じなのもめっちゃいいし、結構今までこうお値段がするものの中で購入してよかったなって思う上位に入るくらいかなり良かったアイテムでした。まあ、コーヒー好きな方は多分めっちゃいいと思います。ずっと私も憧れがあって今回ねこういう形でゲットしたので、気になる方は私たちはねこのタイプを使っているのでよかったら見てみてください。もう本当にねもう毎日毎日コーヒー入れるのが楽しみの一つでございます。はい、というわけでラスト大きく分けて2つということで、コスメ系ですね。まずはじゃん、こちら、これねパフ、ロージーローザのねパフなんですけど、まあ、知ってる人使ってる人これ多いと思います。めちゃくちゃ良くないですか。もう私これ本当に好きすぎて、まあ、もう一個もストックで持っているんですけど、これ、まあ、普通のねパフに一見、まあ、見えますよね。そう、普通のパフなんですよ。なんだけどこれ使うともう簡単に綺麗にベースメイク仕上がるっていうのがもうめちゃくちゃいいところです。ちょっとね肉厚な感じのパフなんだけど、まあ、そのまま使って
ってもいいし、水を含んで濡らして使うこともできるような形になっています。なんかね、やっぱこれでメイクをして、まあいつもこう私は洗って干してでまた使うみたいな感じで使っているんですけど、まあちょっと今日洗うのめんどくさいやみたいな、もう急いでるしみたいな時は使い捨てのスポンジを使うこともあって、まあ全然まあいいんだけど、やっぱりなんかこう最終的な仕上がりっていうのが、あれ今日ベースメイクいまいちだったなっていう風な感じになったりすることが多いんだけど、もうこれするとあもう決まったなみたいなそれぐらいめちゃくちゃ優秀なスポンジだなって思ったアイテムでした。なんて言うんだろう、ほんと均一に綺麗にまとまってくれるので、なんかほんと正直スポンジって何でもいいやの派だったんですけど、もうこれ使えばほんと綺麗に、えお肌めっちゃいい感じじゃんってなるので、まあ使ったことない方はぜひちょっと試してみてほしいです。もうなんて言うんだろう、もう難しいそれぐらいすごいなんか手軽に簡単にパン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 って伸ばすことができるアイテムです。ちなみに私は、まあ、そんなにファンデーションをつけないんですけど、クッションファンデとかを1回使った時も全然問題なく使えたし、リキッドファンデも全然大丈夫でした。まあ、コンシーラーを伸ばす時とかもこれでトン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 って目の下とかは使ったりもしています。またね、近々メイク動画出そうかなって思ってるので、その時にも実際に使ってるところをお見せできたらなって思います。はい、というわけでラストは、数はあるんですけどじゃーん、一番最後はね、私の最近のリップをパパパッとご紹介していこうかなと思います。いやー、リップは本当に大好きなのでね、可愛いと思った色はついついこう買っちゃったりすることが多いんですけども、まずは今私が今日使っているリップからご紹介しようかなと思います。最近はね、結構この6つが私の中でスタメンでございまして、この辺を、まあ、その日の気分とかお洋服に合わせて使い分けている形なんですが、今日はまずね、これを、はい、こちらカネボーのリップなんですけども、こちらがカネボーのルージュスターですね、バイブランドの10番かな、こんな感じのねイエロー系のリップなんですけども、これはですね、最近サイルさんとのお仕事で実際にお客さんと触れ合って香水作りをするっていうイベントがあったんですけども、その時にいただいたリップです。これが黄色系のリップになっていて、ツヤのリップなんですけども、こんな感じで、これ単品でもめちゃくちゃ可愛いんだけど、これを私は基本的に最近はもうこう保湿感覚で下に仕込んで使っています。めちゃくちゃ発色もさ、こんな感じでオレンジっぽい黄色かな、なのでめっちゃ使いやすいんですけども、でその上にこちら、こちらがヒンスのリップなんですけども、ヒンスのムードインハンサーウォーターリキッドグローのリマーカーブルっていう色ですね。これなんかもしかしたらどっかでご紹介したことあるかもしれないんですけども、こんな感じのタイプです。このシリーズ結構好きで、私も他の色持ってるんですけど、ちょっとブラウンめの色が欲しいなと思った時にこれがめっちゃ可愛かったので、これを最近よく使ったりすることが多いです。で今日はこのさっきのカネボーのリップの上にこのカラーを重ねてるんだけど、単品だと結構しっかりなんかこんな感じ、結構濃いので、まあちょっと春気分を味わいたいのと、まあ、今日の服装でこういうね黄色っぽいお洋服だったりだとか、そういうのも合わせてこのカネボーとこの品質を組み合わせるとこんな感じの色になります。なんかそこまでくすまずにめちゃくちゃいい感じの色合いになるので、この組み合わせがめちゃいいなと思ってよく使っています。他のリップともね、このカネボーのリップはめっちゃ相性がいいので、もう本当に下に仕込むみたいな感じでかなり愛用させていただいています。あとはこちら、はい、安定のこのラカのリップなんですけども、ラカのボンディンググローリップスティックです。210番ハリーっていうカラーなんですけど、これもちょっとブラウン系が強いかな、こんな感じ、赤っぽくブラウンっぽくみたいな感じの色なんですけども、このリップ、ツヤのリップですね、あめちゃくちゃ色が残るってわけではないけど、まあ程よく、まあ、若干色は残ってくれるような、そんな感じはあります。でこれ他の色私持ってるんですけど、もう一個持ってた色がちょっと淡めな感じの色だったので、少しこう締まるような色が欲しいと思って最近210番を購入しました。
今使ってるこのヒンスよりはもうちょっとこう透け感のあるような感じの色になってます。なので、まあ、結構これは普段持ち歩いててさっと塗り直したいなって時によく使ったりしています。いいですよね、めちゃくちゃラカのリップ。で続いて、はい、またまたこちらですね、これもめっちゃ質問多かったな。こちらはブランピングリップスティック01番ということでリディオンですね。リディオンのリップなんですが、はい、じゃん、これもねブラウン系のリップでございます。はい、こんな感じです。本当にこうヌーディーな感じの色合いになっているんですけども、これもツヤタイプなんですね。でしかもちょっとこうぷっくらとするようなスーッとするような感じもあります。割とブラウンのリップってマット系のタイプのものが多い中で、これはツヤタイプだったので、なんか最近はやっぱりマット系よりツヤの方が私は好きだったので、その中でこのぐらいこうねかっこいいヌーディーな感じのブラウンのリップに出会えたのでめっちゃいいと思って使ってます。まあただ私の多分顔タイプだったりだとかパーソナルカラー的にはちょっと馴染みすぎちゃう場合とかもあるので、まあこれも割とこうベースに塗って少し内側に赤みのあるようなリップを重ねたりとかして使うこととかもありますね。なんか本当にまあ今紹介した感じ的に割とこうブラウンを出す感じのリップが今のところ私の中でヒットしています。でラストね、あと2つあるんですけども、まずはこっちかな。はい、これも最近インスタグラムでちょっとねリールの方を出させていただいたんですけども、その時に使っていたリップです。これね韓国で買いました 3CE のリップなんですけども、ここをねとして回して使うタイプなんですけども、ちょっとね商品名が韓国語でわからないんですがちょっと書いてきます。ネクターっていう色ですね。これはねちょっと今重ねてもね多分ツヤが出る気がする、ツヤが綺麗に出るようなタイプのものなんですけども、こんな感じの色です。まあ、これはちょっとさっき紹介した中でも割と赤みが強い感じかな。もうツヤはかなり綺麗に出てくれます。これは、まあ、さっきも言った韓国で購入したんですけども、韓国行った時に幼馴染のみずきにお世話になったんですね今回も。でみずきが使っててめっちゃ可愛くて、それどこのって聞いて購入しました。はい、もう本当に水木大先生にはいつもお世話になっているんですけども、ちょっとこれもスーッとした感じがして唇がぷっくりなってくれるので、それも気に入っている点でございます。でそれにちょっと似た感じになるんですけども、はい、もう一個デイジークのリップでございます。メルティングキャンディーバーム02番のアップルシナモンっていうカラーが私はすごく好きなんですけども、ちょっとまずは手元に色を、あ、ちなみにこれはねノック式の、タイプですね。よいしょ、これ結構すごいよ、伝わるかな。下が 3C で上がデイジークなんだけど、デイジークの方がもうめちゃくちゃプルプルになります。ちょっと軽く押さえてデイジークの方塗ってみようかな、せっかくだから。デイジークはちょっと今私が紹介してきた中でも一番春っぽい感じではあるかな。であとは明るめではありますね。ちょっと今いろいろ仕込んじゃってるからあれだけど、プルプル感は伝わる気がする。はい、こんな感じ、どうだろう、すっごい可愛いんですこのプルプルが。なのでもうとにかくプルプルしたいみたいな方はこのデイジークのリップいいと思います。ちょっとプルッとさせたいけどそこまでこうあんまりグロス感が出るのは好きじゃないなって方はこの 3C タイプいいと思います。これもねやっぱりこうリップの先が細いタイプになるのですごく唇にも塗りやすくって、何よりね発色とこのプルッと出るのがもうたまらなく可愛いので、この2つは、まあ、その時のお洋服の雰囲気に合わせて、まあ、どちらかは必ずバッグの中に入れてお出かけしています。はい、というわけでちょっとリップの部分めちゃくちゃ喋っちゃったんですけども、これが私の最近のお気に入りでございます。まあね毎回ね、お話ししてるんですけど、本当にリアルに私が普段使っててもう出る頻度といいますか使う頻度がめちゃくちゃ多いアイテムたちを今回もご紹介してみました。ちょっとねリップに関してはどうしても普段からね結構使うものが多くって、その時その時気分で変えちゃうんですけど、まあ絞って絞ってこの6本が今の私のスタメンっていう形でねちょっと長く喋っちゃいました。はい、
で、今回紹介したものたちとかは結構こうコーヒーメーカーに関してとか、こういうキャンドルウォーマーとかは Vlog 内とかでも出てたりとかもするので、まあ、どういう感じで使ってるのかなとか、そういう様子とかも動画内で見れたりすると思うので、よかったら見ていただけたらなって思います。いやなんかね、本当あっという間にね春になりまして、やっぱりこう使うもの、気になるものとかもね変わってきているんですけども、またいろいろ実際に使ってみて、わこれめっちゃいいなとか、すっごいお気に入りで私使う率多いなっていうもの集まったら、この動画撮りたいと思います。はい、というわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。Think about the good